エアハルト・カルコシュカは、作曲家、音楽学者、バイオリニスト、電子音楽家、音楽教育者。現在チェコ領のシレジア地方オストラバ生まれのドイツ人。妻は中国人。写真を嫌い、その公開がとても難しくなっている。当初はバイオリンを学び、バイロイト・祝祭劇場でも演奏する。その後作曲と指揮を、シュトットガルト音楽大学で、 音楽学を中敏原大学で学び博士号を取る。1948年以降シュトットガルトで教弁を取り、1962年には現代音楽専門のアンサンブルを設立。1973年には電子音楽スタジオを設立し、指導者研修任教授としてレッスンや講義に没頭する。その後、南アフリカや中国、 韓国への客演教授旅行などを通して、20世紀以降の現代音楽の考え方を指導する。マティアス・シュパー・リンガーやウーリヒ・ズーセ、ジャズのベルント・コンラドなどを輩出し、また大韓後、ディアーナ・マリア・サグボス・キーナの主催する、ベベー・グンクスチ・フレン・シュトットガルトとも関係を持った。電子音楽に優れた作品が多いが、管弦楽曲、室内楽、 声楽曲や宗教音楽も作曲している。また、人知学と現代音楽との融合なども目指した。音楽学者として、日本では、イリノヨシローが訳した著書で、ロングセラーとして、有名な現代音楽の寄付法のみが著名であるが、他にアナリーゼ関係の本を多数出版している。裁判年は徐々に作品が少なくなり、2009年、 シュトットガルトの北部のホイマーデンの自宅で漏水のため死去をした86細胞図、他に多数の電子音楽など、など、ありがとうございます。